新富士駅の駅弁彩り弁当でございます。駅弁ですね、富陽軒さんの駅弁なんですけれども、駅弁らしくない、まあ、体裁ですね。駅弁マークもありませんし、で、ラベル表記ですね、まあ、基本は幕の内風の、まあ、いろんな美味しいものが入ったお弁当になりますね。うん、本当に駅弁らしくないですね。不思議なお弁当です。でもね、これ中はね、こんな感じでね、ほら見事でしょ。なんかお料理屋さんの作るなんかお弁当っていう感じがしますよね。チキンカツかな、煮物、シューマイとかウインナー、ここは何だろうな、お寿司なのかな、酢飯なのか、ちょっと食べてみないと分かんないですね。この桜エビが乗っかってます。でポテトサラダに、まあミニトマト、フルーツも入ってますよね。ここは焼き魚、サバかな、でお寿司、いなり寿司と巻き寿司ですね。デザートも入ってます。こんな感じでね、なんか幕の内っぽい感じはするんだけども、そうじゃなくて一段上みたいな感じですよね。でもね、お値段が750円なんですよね。これ東京で売ったら確実に1000円は超えてきますね。1150円とかね、そういう値段設定をしてきそうな、うん、豪華ですね。食べてみたいと思います。食べていきます。このご飯からちょっと確かめたいですね。うん、やはり酢飯でしたね。ちらし寿司風ですね。うん、優しい味わい。魚は、うんうん、これもサバの塩焼きかな、照り焼きかな、この雰囲気はね。うん、うんうん、こってりした味わいで美味しいですね。煮物、あ、このね、人参もこの切り方っていうかね、丁寧に仕事してますよね。うん、この煮物美味しいわ。素材の味がしっかりと感じられますね。うん、でチキンカツ、うん、素晴らしいです。想像通りの味わいですね。そして先ほど言ったようにね、野菜もね、豊富で、野菜というかフルーツとかね、生野菜が入ってるのいいですよね。パセリなんかもね、残さずにね、僕はもう食べちゃいますよ。うん、ポテトサラダ、いいですね。ミニトマトなんてね、意外と入れてないんですよね、駅弁屋さんってね。あれ、ちょっと箸が滑って、よいしょ。美味しい。やっぱ生野菜が入るっていいですね。はい、ということで、富陽軒さんの新富士駅の駅弁ですね。彩り弁当でございました。新幹線に乗る前にね、買ってみてはいかがでしょうか。おすすめです。